師さんは日本語がお話になりませんので、私がご師さんに代わりまして、皆様にメッセージをお伝えいたします。なぜ私が UWF のリングに上がったかといいますと、今、本物のプロフェッショナルレスリングが失われているからです。宮本武蔵の言葉に、花は実からなるという教えがあります。しかし、その美しい花は、どんな実からもなるわけではありません。一つの実をしっかりと育ててやらないと、決して美しい花には育たない。私はこの UWF の若くてしっかりした選手たちを見るとき、私の進んできた人生は間違いはなかったと確信する。私カールコーチが全面的バックアップのもと UWF の大成功を祈ります。レスリング万歳、ミスターカールコーチ。とにかく、まあ、今までの選手と全く違ったね、プロレスですけども、従来のプロレスではないようなもう非常にシビアな攻め方をしてくる選手なので、まあ、こっちもそれでいきますけども、特に関節技が非常に強いと、それからボクシングも非常に強いということで、まずパンチをかいくぐって入ることと、それから捕まってはいけないということでしょうね。蛇のようなすごいしつこさがあるので、それに捕まっちゃうとなかなか抜け出れないということですね。その抜け出せないうちにそのまま関節に取られちゃったら、もうこれは完全なわけですから、その蛇地獄にまず捕まえないということが、自分の注意するポイントになります。翔さんは今日のコンディションが決めてくれると思いますけども、コンディションというのはもうリングに上がってみないと分からないんですね。まあ張さんは負けないように思いっきりやります。張さん、今日のスーパータイガー戦にちょっと一言お願いします。どうなりますかね。全力で行きます。そうだけです。
本日のメイベント UWF 実力ナンバーワン決定戦スペシャルシングルマッチ無制限一本勝負を行います。アゴナ92キロ新生タイガージャパンスーパータイガー、アゴナ108キロ殺人マシンジャパン藤原よしやきWhat?
Yeah.
Get! 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 Get!
まあ初めてやってましたからね、関節もガンガン切るのもおかげで肘が出ちゃったんですよ。関節こらえて結構満足感ありますよ。もっとね蹴りをボンボン出せばいいんだけども、かなりあえてうまいから蹴りつかまれたらねちょっとまずいんで要注意して蹴り出してました。正直言ってね、シモワネの、タイガーマスクと比べたら失礼かもしれないけど、過去のタイガーマスクはちょっと過去悪いシーンがあったと、いうように受け取ったんだけど、それはもう当然自分では当然だと思いますよ、今日は勝ったけども、これはいつ負けるか分かんないですよ、こんな関節技でも完全に決めていいっていう状態、ルールですからね、今日ももう本当決まってたんですよ、関節技、でももう根性で、もうギブアップされないようにしたから、もっと本当ロープなしの試合だったらおられてたか分かんないですね、それを逃げるために、一般の人から見ればかっこ悪いような感じを受けたけど、 そうですね、それはもう本当の勝負となれば仕方がないという、そうですね、ですからなるべくこっちも関節技とか自分から行くときは相手はうまいもんだから、なるべく中央で勝負しないようにして、切り崩されてもすぐロープ逃げられるような感じで、ちょっと端っこの方で勝負したんです、関節技にしても、今度前田選手でやった今度は蹴り技の方が主体なんですかね。いや、前田とは藤原さんはもうどっちかというとボクシングとレスリングと関節技がすごい上手い人なんですね。前田というのは蹴りも使ってくるし、もう全てがオールラウンドですよね。ただちょっとまだ甘いところがありますよ、全てにおいて。だからその全てにおいて甘い、体力的でどこまでいけるか分かんないけども、もう完全に体調で、藤原さんの場合はもう関節にものすごい気を配ってますけどね、僕は。でも前田の場合は、関節って言っても、藤原さんほどじゃないと思うから、対等にボン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 要注意、あんまり注意しないでいこうと思います。もう負けてももともとだって気持ちでね、絶対こういう試合ですから負けてもおかしくないし負けても怖くないですから、